新鮮、はい、新鮮ですね。新鮮、滑り心地がすこぶる良い。ずっとサワサワしてた。こちらで14,300円。嘘が価格がバグってるかもしれない。おはようございます、トーレイです。今いるのはですね、代官山にいるんですけども、今日は皆さんに良いお知らせがあります。皆さんやっぱり忙しいと思うんですよ。洋服買いに行く時間ってあんま限られますよね。そういう人たちに今人気のねブランドがあるんだよ。ソージュさん、そこのフィッティングルームっていうんですか、行ってみたいと思います。しかももう一個言っていい、お財布に優しい、やばくない、行ってみたいと思います。こちらです、この2階ですね。こんにちは、よろしくお願いします。ソージュ PR の稲見と申します。今日はよろしくお願いいたします。早速なんですけども、はい、このソージュっていうブランドってどんなブランドって言えばいいですかね。はい、流行や年齢に左右されることなく、ライフスタイルのベースとなる装いをご提案しているブランドになっております。なるほど、いつからできたんですか。はい、2018年の9月にブランドを設立して、昨年の9月で5周年を迎えたブランドになります。オンライン限定なんですよね。そうですね、こちらはご試着専用のフィッティングルームになっておりまして、でこちらでご試着いただいたものは実際にオンラインストアのみで お求めいただけるようになっております。じゃあ早速見ていきたいと思うんですけども、はい、おすすめからいきますか。はい、はい、ソージュはオールシーズン定番のアイテムを展開しておりまして、その中でも生地のシリーズごとにアイテム展開しているのが特徴となっております。生地別なんだ。はい、中でも一番ソージュの基軸となる中心となるシリーズがございますのでご紹介させていただきます。こちらでしょう。こちらが S ダブルクロスというシリーズになっておりまして、ブランド の立ち上げの時に一番最初に選んだ生地ということで、ソージュの S という頭文字を使ってつけております。こちらがドレープが綺麗な国産のダブルクロスの生地を使用しておりまして、こちらのコクーンのシルエットが、どんな体型の方も着やすいような体のラインを出しすぎないというところで、1枚で着ていても様になるブラウスというところで、企画して提案したものになっております。程よい肉厚感があるので、こう着た時にシルエットが出すぎないところも特徴になっております。しかもこれもしかしてあんまシワにならない系ですか。そうですね、シワにもなりにくく、ご自宅でも洗えるので、イージーケアというところも支持されております。イージーケアありがてえ。お仕事はもちろんですし、今の時期ですとセレモニーなんかでもこちらを選びになる方はすごく多いですね。これの他はどんな形があるの。はい、ブラウスですと、いろいろこういったちょっと袖あり、袖ありのタイプだったり、八分袖のタイプであったりとか。確かにこっちも袖はあるけど、気になる二の腕隠してもろてってやつやね。いくらぐらいだと思います、これ。これのシグネチャー、1号とか1号とか、どう。はい、こちらで税込み1万1000円になります。おちょっと嬉しい。ちょっと近いですけど、もう少し抑えておりますね。ちょっと思ったより、でも本当に国産ですよね。そうですね、ソージュのブランドコンセプトに3つのレスというものがありまして、シーンレス、プライスレス、エイジレスということを掲げております。でそちらのうちの一つプライスレスというところで、ある程度こう基軸を絞ってアイテム展開することによって、もう生産を効率化して、もうコストを最大限抑えることということを実現して、現実的なお値段でご提供しております。こちらオールシーズン定番で展開しておりますので、1年中ストアでお求めいただけます。白とグレーとピンク、ミント、ネイビー、ブラックと結構ある。そうですね、結構ある、結構ある。これだけシリーズ化しておりますので、色が変わったとしても同じ素材なので違和感なく。なるほどね、確かに確かに確かに。これは忙しい人人気の理由が分かった。分かります。考えなくてもザッとスタイリングして決まるってやつですね。そうですね。お客さん層的にはどんな方が多いんですか。20代から70代まで幅広い年齢。めっちゃ広いですね。はい、20から70ですよ。ゆりかごからはとばけじゃないですか。ワンピースも一応ありますね。ワンピースもございます。確か本当ミニマムですね。そうですね、装飾なしっていうか。こちらも1枚で着ていただいて、下にこうプリーツスカートなんかを合わせていただいて、レイアウトしていただいても、少しこうちょっとフォーマルな着方もできます。で後ろが実はちょっとちょい焼き、はい、ちょい焼き、
こちら実は 2way でして、あの V を前にしていても黒を前にしても着ていただけるようなデザインになっております。おー、ありがてえ、ありがてえ。なるほど。で、同じ素材、パンツが、はい、パンツは、パンツはすごく人気のあるパンツがこちらのタックパンツというパンツになっております。うんうん、ちょっとこっちに切り込みが、そうですね、はい、ラップのデザインが入っているので、こう、うん、お腹周りを少しこうカモフラージュしてカバーしてくれるので、うんうん、こうスタイルアップして見せてくれるパンツになっております。なるほど。して後ろがゴム、はい、後ろがゴム仕様になっているので、こう、うん、ストレスフリーに着ていただける。昼寝できますか？はい、できます。昼寝できる、はい、昼寝できる。おいくらぐらいですか？同じぐらいなんですか？こちらで16,500円になります。へー、セットアップで買っても、あ、そっかぐらいの感じだもんね。3万いかないか。うん、パンツの種類はこれと、はい、タックパンツと、あとはワイドパンツ。うん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 。このワイドパンツもタックが深く入ってるので、こう縦にストンと落ちるシルエットが、うん、あと生地もそれなりに重みがあるから、はい、ドレープが綺麗に出る、ね、綺麗そうですね。こう縦のラインが強調されて足長効果も期待できます。うんうんうん、レイさん的に生地はどうですか？お値段と生地の合ってない。合ってないよね。ですよね。うん、私これ多分28とか散歩しても全然あれだけど。いや、まああるっすよね。うん、構成とかもあれっていう感じじゃないっす。綺麗にしてあるよ。しかもメイドインジャパンでしょ。ものによるんですけども、構成はかなりしっかりとしてこだわって作っておりますね。ここめっちゃパンツある、はい、パンツも先ほどのワイドパンツと、うんうん、あとタックのものと、あとセンタープレスのものと、今稲見さんっていうのが、これがワイドになりますね。ワイド、このワイド、はい、綺麗だね、やっぱり内側とか。ワイド、普通のやつ、あとはスカートもあるんだ。はい、スカートもございます。うーん、選び放題。こちらがジャケットのシリーズになっております。ジャケットもめっちゃ種類あるよ。ジャケットも、一緒ですか？そうですね、同じ素材のものに使って、ベーシックなあのカラーのタイプと、あとこういったフロントホックのタイプ、うんうん、それとあとは少しマニッシュな感じでロング丈のもの。これもかっこいい。はい、ございます。ちょっとレイさん着てみて。着ますか？ちょっとこれ稲見さんもちょっと違う色で。あ、わかりました。そしたら今日に限ってこんなギャルギャルシーフ着て、すいません。じゃ白のロングのタイプ。どう？どう？本当すごい、本当ギャルギャルしくてすごい。あ、綺麗、綺麗。あの中考えなくて大丈夫ですけど、すごくない？ここのハマりすごいですね。はい、ジャケットも SML 展開ございますので、うん、本当に体型に合わせて。うんうん、これで M サイズになります。はい、見ててもちょっと生地感いいなと思ったけど、着たらより生地感の良さ分かるのと、肩のハマりがすごいいいから、はい、あの重さを感じないの。今日はスタイリング提案もあるんですけど、今回は3型を私なりの着方、掃除者の着方、計2、3が6パターンやってみたいなと思ってます。ちなみに稲見さん、柄がチラッチラッと入ってる、はい、これは何でしょう？はい、こちらがチェーン柄というこういったちょっと細かいチェーンの柄になっております。お洋服と合わせやすいような。あ、なるほど、はい、基本あのシンプルだけどちょっと差しを入れたい時にっていう時に合わせやすいと、はい、ワンピースと、はい、なるほどなるほど、2パターンあるよと、うん、それのお色違いでピンクもございます。うん、ピンクもあるでよと。他にも今年の新作でこういったレオパード柄のブラウスも。優しすぎる。優しすぎる。なんかこう寄り添い感半端ねえ。垂らしてもいいし、リボンでしてもいいし、いろんな着方できるやつですね。はい、そうですね、取り外しもできるので。あ、取り外しもできるんだ。はい、アレンジしていただけます。さらにあの柄物でこちらもペイズリー、はい、ペイズリーのブラウスになって、すごいね。結構柄あるけど全ての色に全部合えるってさ、そうないよ。はい、次は、はい、こちらがサテンシリーズとなっておりまして、うんうん、こちらのパーツも掃除で一番人気のパンツになっております。先ほどのものよりもあのタックは控えめになってるんですけれども、こう落ち感のあるドレープの綺麗な素材なので、こう光沢感があって、少しこうハイウエストのデザインになってるので、同じくこう縦長のラインが綺麗に見え、足長効果が。こちらに関してはマシンウォッシャブルできるので、洗えるんだこれも。干しとくだけで、あのアイロンいらずで。アイロンもいらないんだ。やっぱり忙しい人の人気の理由分かったね。で、今回色も結構さっきよりもバリエーション豊富ですね。はいはい、さっきはこうなんか柔らかい色だけど、はい、パッキリ系もあると。そうですね、定番の色と、あとはこの辺は今年の春の新色で、うん、ピンク、こういったパープルとか
ピンクパープル。ピンクパープル。あ、可愛いこれ。好きそうじゃないですか。好き好き。でもこのバッキリも好きよ。それも好きそうです、ね。バッキ感、うん、持ってそう好き。これ絶対使うね。こりゃいい。メンズないんですか。メンズは今は展開していないんですけれども。やりましょうよ。これ赤月欲しいだけじゃない。それ俺用にでしょ。掃除 4A みたいな。狙いにブレがないっすよ。ね、一貫してるというか、そうコンセプトが、コンセプトの芯が太い、うん、ねそして、トップスは、あ、はい、こちらも同じサテンシリーズのブラウスになっております、うん、こういったスタンドカラーのタイプとバックリボンのタイプで、あ、なるほど、後ろが、はい、リボンになっております。垂らしもできるし、ちゃんとリボンつけてあげることもできる。ひげきれいさん結構その棒体みたいなの好きでしたよね。流行ってたね、私の中でね、やってたやってた。後ろはちょっと深めなんですね。腰周りどうしても気になる方、気持ちこうカバーしてくれと言いますか。うん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 。これでおいくらくらいなんですか。こちらで14,300円。そうだなんか価格がバグってるかもしれない。掃除はオールシーズン定番アイテムを展開してセールをしていないので、うんうん、廃棄率も 0.1% 以内で収めております。すごくない。はい、アパレルの一番の今の課題の廃棄率ですよね。そうですね。ずっと置いてるからってこと。そうですね。もう廃棄もしないってこと。はい、環境に優しい、世界に優しい、私に優しい、はい、財布に優しい。すんだ。何？釈迦？釈迦かな？釈迦ですかね。菩薩かな？次は。はい、こちらがリモンタシリーズといいまして、イタリアのリモンタ社という生地メーカーのポリエステルを使ったワンピースになっております。これからの羽坂駅にさっと羽織れるライトアウターの感覚で着ていただけるワンピースで、うんうん、前開きになってるので1枚でもこうアウターとしても着ていただけるような、フォーミエイトワンピースだけどこう開くと軽めのアウター、はい、アウターになります。内側にドローストリングスがついてるので、絞っていただくとこうシルエットがキュッとなって、うんうん、あとはこの同じリモンタポリス買ったパッカブルコートになります、うんうん、こちらも撥水加工を施しているので、うんうん、レインアウターとしても着ていただけます、ね、なるほど。しかもパッカブルがシワにならないと。ならないです。ありがてえ、はい、ありがてえばっかり言ってる。こちらがソフトオックスというシリーズになっております、うんうん、メンズのシャツなんかで使われるオックスフォードの生地を柔らかくしたソフトオックスという生地を使って、うんうん、よりこう女性らしい印象になるように生地選びしております、うん、シャツワンピースみたいな。シャツワンピースですね。シャツワンピースはちょっとこうカジュアルな印象になりがちなんですけれども、うんうん、この裾のところをこうラウンドにしてスリットを入れてるので、こう女性らしさも取り入れて、気持ち肉厚。これでおいくらくらいなんですか。こちらで19,000円。嘘だおー、すごい、ちょっと下がったもん私、ちょっとこうやってはい、こちらベージュとネイビー、あとは白の3色展開になっております。へー、これ寒くなったらなんかタートルとか入れれば、はい、割とオールシーズンいけますよね。はい、そうですね。すごいな、これ着た時に生地感の良さすごい分かりますね。これで M サイズ。こちらで M サイズです。XS、SM の3サイズ展開になっております。なるほど、肩落としても、ね、うんうん、よろしい、よろしいですね。いいですね。素肌の滑り心地がすこぶる良い。すこぶる気持ちいい。ずっと触ってたい。こうサワサワしてたい。こちらが今年の春新作で登場したジャガードのベスト地で、はい、綺麗に作ってあるよ、はい、この作り、ここの作りとか、こういうの、はい、こちらで18,700円。そう誰か無理してない大丈夫、大丈夫、ちょっとお給料もらってる、はい、あ、これもオケーションとか、ね、そうですね、今の時期オケーションセレモニーでお選びになる方多いですね、うん。こちらがダブルジャージーというジャージのシリーズになりますね。よりこうコンタブルに着ていただけるような、うん、あ、ちょっと柔らかめな、はい、これ地が一番なんかリラックス系ですね。そうですね、はい。とこちらがずっと定番でお出ししているプリーツスカートになります。女子がみんな大好きな、はい、こちらのプリーツスカートの特徴はこちらの中段のところで、うん、プリーツが切り返しになっております。ここですね、裾に向かうにつれてプリーツの幅と本数が増えて、こうスカートが広がりすぎず、こう甘いフェミになりすぎないところが大人の女性に向けた
率として提案しております。そして次は、はい、こちらがストレッチファインというシリーズになっております、うん、先ほどのダブルクロスよりもフォーマルであったりとか、あの、うんうん、ビジネスのシーンなんかにも着ていただける綺麗めに見えるような素材を使っております。パンツがセミワイドのタイプ と、先ほどダブルクロスでまたタックのタイプ、うんうんうん、あとはスカートですね。なるほど、好きに選べますよと、はいはい、ワンピースだとこういったあの袖のところがあのシフォンの切り返しになっているもので、あ、本当によく見ると、はい、ちょっと生地感が違う、すっごいトロトロしたシフォンとちょっと肉厚の、はい、へえ、よく見ると綺麗ですね。そうですね、これ絶対着たら綺麗なやつじゃない。セレモニーもそうですし、こう1枚で着てちょっとアクセサリーなんかをつけていただいて、あの結婚式とかそういったシーンでも着ていただけるフォーマルなワンピースになっております。全然いけますね、見てもいい、はい、後ろも綺麗、なんかあのすっごいミニマムに作ってあるけどすごい計算されたパターンなんだろうね、はい、ジャケットもあの、うん、こういったロング、先ほどと同じロングのタイプと、うんうんうん、あと通常丈のタイプ、うんうん、あとはこういうライトジャケットといって、うんうん、ボタンがない、もうカーディガン感覚でさっと羽織っていただけるジャケットもございます、うん、こちらの洗えるジャケットとして、これも洗えるの、夏の時期すごくあの使えるようなジャケットになります。でこちらが、ソージュの大人気のブラウスのシリーズになるんですけども、うんうん、のシルク 100% のウォッシャブルシルクを使っているブラウスになります。こちらも洗えるので、うんうん、汗とかそういったものも気にせず日常的に使っていただけます。すっごいとろみ違うよ、指に吸い付くみたいな感じ。そうですね、こちらで、22,000円です。この触りでそれはない。でこちら最後の基軸シリーズでウールライクというシリーズになってます、うん、ウール見えするあの素材で、実際はあのポリエステルとレヨンを使っている、そうですね、私が着ているものがあの、うん、先ほどご紹介したココーンブラウスとあとワイドパンツのセットアップになっております、うんうんうん、ウールだとはやっぱりちょっとこう肝感があってあの、うん、暖かい印象なんですけども、こちらですとオールシーズン着ていただけて、うんうん、着やすいような素材で、少しストレッチ性もあるのでこうパンツなんかも着心地もいいような。で、あとワンピースがこういうロングスリーブのものとジャンパースカートと、あ、これも可愛いね、はい、これも可愛い。でパンツも先ほどのタックのものと、うんうん、センターブレスのものとワイドパンツと。なるほど、3種類、はい、じゃあそんな感じですかね。じゃあスタイリングしたいなと思うんですけども、はい、じゃあまずはこのセットアップ着てみたいなと思います。じゃーん、これがソージュさんスタイリングになります。ありがとうございます。新鮮、はい、新鮮ですね。新鮮、大人っぽい。そうですね、私大人っぽくなってません。生地感のサラサラ具合がすごいいいのと、撫で方さん用のありがたい仕組みがあるんですって、はい、ここにね、スナップがついてるので、キャミソールとかの下着の紐に通すことによってズレを、そうですね、肩のズレをこうなったりこうなったりするの防止する仕組みがついてるの。でちょっと足首見えるだけなんですね。はい、そうですね。で今ウエストジャストで履いてます。そしてあれですね、この肩にすることによって、はい、ちょっと二の腕が気になる人とかを上手に隠してくれる感じですかね。はい、そうですね。はい、じゃあ次はパンツだけ使ってちょっと私服と合わせてみたいなと思います。はい、あー、じゃあ素敵、こんな感じになりました。かわいい、めっちゃストリートになってる。めっちゃストリートに落としてみました。かわいいですね、素敵。なんか結構迷ったんですけど、はい、何合わせても綺麗になりすぎるな、綺麗になっちゃうから、うんうんうん、真逆なものがいいかなと思った時に、一番いいのがこれ腰パンできるんですよ。ゴムだから落とせる腰パンができることを強みに生かして、腰パンできるってことはストリートに行けるんじゃないかっていうことで落としてみました。シルエット的にはすごいストリートで、うん、あのカジュアル汚めって落としたんですけど、はい、汚くならないのが掃除すげえなって思いました。そうですね、1点入れていただくだけでこう少し上品な印象に、大人のストリ、はい、ちゃんとしてる人のストリートになるなって次はどうですか、はい、先ほどご紹介したこちらのプリーツスカート、うんうんうん、ぜひお召しいただければと思います。はい、じゃーん、そんな感じになりました。いいですね、これは
こりゃ好感度高いわ間違いないですね。間違いはない、間違いない。こちら今合わせてるトップスがゴム袖ニットソーというのを、うん、総針編み機で使った目の細かいハイゲージのニットになっております。うん、日本では本当に数台しかない編み機を使っていて、キュッと詰まった生地が特徴になっております。はい、しかもなんかこの最後の処理綺麗じゃない。そうですね、ね、やっぱりここも腕が綺麗に見えるようにまっすぐストレートに袖 の、うん、あのカットをしておりまして、スッと、すごい。しかも着心地もすごい、いいお姉さん通りますじゃないですかすごい、フリーズも綺麗ですよ ね。でこちら先ほどご紹介したあのソフトワークスのワンピースをさっと羽織っていただくと、さっと羽織っていただく、先ほどあのパンツと合わせて着ていただいてましたけど、うん、こういったスカート合わせもですね、いいですね。ちょっとあとここから覗くプリーツいいですね。はい、でもシャツ羽織るとちょっとマニッシュ感も出ます ね。 そうですね、カジュアルなんだけどしっかりしてるみたいな。これはじゃあどうアレンジ、スカートだけ使って最初ちょっと柔らかいほっこりしたイメージにしようかなと思ってたんですけど、仕上がりがちょっと様子が変わってきました。おじゃん、こんな感じになりました。ちょっとかわいい、ちょっとありがとうございますちょっとあのこれもゴムだったので、ちょっと上目に履いてます、うんうん、短めにしててここら辺で留めてます、うん、でほっこりさせて古着のアンティークっぽいやつ合わせてたんですけど、でちょっとキラキラしたものを中に入れて、透け感が流行ってるんで透け感アイテム、うん、透け感アイテム、その何の意味もない靴下をつけてます。多分これスカートないとちょっとバランスが悪くなるかなと思ってて、このちょっとあることによって白のいろんなグラデーションを見せることができるのかなと思います。次はこちら先ほどのリモンタフォートワンピースを使ったスタイリングをご紹介いたします。はい、じゃん、はい、おー、いいですね、新鮮、はい、なんか自分じゃあんまりしないスタイリングです、はい、まあ、1枚でワンピースで着ていただいてるんですけども、うんうん、まあ、今みたいなあの2月とかあの冬の時期ちょっと肌寒い時期はタートルネックカットソーというものを合わせていただくと、うん、肌寒くなく着ていただけます、うん、素材の光沢感もあのすごく綺麗に、うん、でウエストの、 あのドロストをもっとギュッと縛っていただくとよりこういうウエストがシェイプされてシルエットがよりフェミニンに強調されます。例えばまあこちらは今ワンピースなんですけど、前開けていただいて先ほどの、こちらのタックパンツを下に合わせていただいてもレイヤードしていただけますし、このブリーツスカートを合わせていただいても一つのスタイリングが完成するので、本当にこの数点アイテムを持っているだけでいろんな何通りものスタイリングができるので、ここにある色多分ほぼ合うよ。そうですね、うん、目つむってでもスタイリングできますね、はい、すごい、はい、どんな感じするんですか。レイアレンジはパーティーに行こうとしているのかどこに向かおうとしているのかなみたいなスタイリング、はい、でも色味的にはベーシックですよ、うんうんうん、でおこんな感じになりましたかわいいやりやがったな、やりやがったなまあ皆さん一家に一台はあるだろう、父中ちょっとドレスっぽいシルエットを変化してみようかなと思ったのと、ここがせっかくドレープがこうできるので思う存分ギュッと引っ張って、うんうん、本来ならばこれくらいなんですよ、うんうん、これを前に寄せることによってシャーリングすることによってこのドレスを引かせて、よりこうドレス感を出してみて、ちょっとあとは抜いてますね、抜いてちょっと襟っぽくして、うんうん、形の変化を楽しんでおります。で中にまた古着の変な T シャツを、うんうん、誰か知らない人を着込んで、はい、でって感じですね。あとはこうまくってちょっと、うんうん、よれ感を出してるか、うん、パーティーに行くのかな、どこに行くのかなって感じスタイリングになってます。お疲れ様でした。面白かった、うんうん、なんかベーシックをこんなに遊べるのってなんか結構久々でした、私、うん、なんかベーシックだからベーシックにやろうと最初してたんですよ、はい、だけどやってるうちにちょっと歯止めいかなくなっていやもう私たちも見てて楽しかったですありがとうございます。はい、そして、はい、お知らせがあるということで、はい、2月22日から4月1日まで総需のアイテム全アイテム対象で総往復送料無料のキャンペーンを行います。ぜひこの機会にいろんな気になるアイテムをお取り寄せいただいて、ご自宅でご試着してみてください。送り返すのも無料なの、はい、
すごいありがたくない？不要なものはお戻しいただく際の送料が無料になります。すごいってことはサイズを楽しめるところですね、はい、S かしら M かしらっていう時に一応置いといて、はい、全色全色点数制限もございませんので気になるものも50個とかあり50個とかもありです。おお太っ腹太っ腹さらに3月7日から3月20日に日本橋高島や SC 新館5階にてポップアップストアを開催いたします。なるほど、じゃあそこでも見れるわけですね。はい、はい、ご試着いただけますのでぜひ遊びにいらしてください。全部で6つですね。どのスタイルが皆さん良かったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あと私だったらこういう着こなしするみたいなアイデアがあったら、はい、ぜひぜひそれも書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。